センター海峡夢タワー山口県国際総合センターは山口県下関市部前田町3丁目3番1号にある山口県と一般財団法人山口県国際総合センターが設置し同財団法人が管理運営する会議展示施設通称は海峡メッセ下関細江地区の旧日本国有鉄道貨物ヤード跡地を 対象とした再開発事業、海峡アイランド21計画の一環として、海峡夢広場9月完成に隣接する土地に建設された。なお、同センターの建設計画は、県立の文化施設を県内各地にバランスよく配置する意図を持って、岩国市のシンフォニア岩国と萩市の山口県立萩美術館、浦上記念館の建設と一体を成すものとして推し進められた。 1994年7月から建設が始められ、1996年6月に完成、同年8月1日にオープンした。敷地面積は7841平方メートル、延べ床面積3587平方メートルで、地上10階のオフィスビル、国際貿易ビル、地上4階のイベントホール、展示見本市会場、アリーナ、展望等、海峡夢タワー、 立体駐車場から構成される。海峡夢タワーの高さは153メートル。展望室の高さは地上143メートル。これは西日本の自立型タワーの中では最も高い。形状が特徴的で展望室が球体状になっている。球体状の展望室はこのタワーが世界最初だった。夜はライトアップされ、 関門海峡周辺の夜景を楽しめる。国際貿易ビルには4カ国語同時通訳設備のある国際会議場や多目的ホール、海峡ホールが設けられているほか様々なテナントが入居している。アリーナのイベントホールでは2002年に国際捕鯨委員会の年次総会が開催された。主なとなんとありがとうございます。